今回紹介するのは、オッぎエディター、サンピロ・キナオ、マイ・ベーシック・ノート2という本です。雑誌、オッギのファッションエディター、サンピロ・キナオさんのスタイリング指南本、2013年発売の1冊目は12万部のベストセラー、著者が40代を迎え洋服の選び方が変化してきたこともあり、5年ぶりの新刊発売。 作者の大ファンです。前回の本を読んだ人向けで前作との比較が出てますイランセリーヌとサンドーランのバッグ持ってティファニーのジュエリーつけてカルティエの時計してエストネーションのスカートでペリーコの靴履いたらそりゃきちんと見えるのは分かってるねんそれが金銭的に無理だから前回ジューシーロックとかザラとかバナリパとかでもおしゃれに見える方法を見せてくれて。 似てるものでなんとか近づけそう。と思わせてくれたそれが今回はない手へかえない真似できない高級ブランドは上質だからサンピロキさんの雰囲気出せるけどユニクロやプチプラでなんとかできるレベルじゃない唯一出たのは GU のバレエシューズでもそこら辺の勘違いインスタグラマーが出したコーディネート本より圧倒的に美しいし。 りおすすめのくるくるドライヤーも買いました捨てマ要素がゼロ過ぎなのは交換もつけれども結構マルティニークとニットコラボしたりオッギーでも散々なさいましたよねジューシーロックさんにも結構お名前出されてましたけど身につけたくなくなってしまったんでしょうかただ悲しい。 これからタイツ以外のコラボは買わないようにします。私は前作の服代にある普通の服でおしゃれに見せるサンピロキさんを待ってます。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。